上から見た段畑駐車場より見る段畑地図有志水二浦の段畑愛媛県地図有志水二浦の段畑は愛媛県宇和島市有志に位置する急斜面に石垣を積み上げ作られた階段状の畑地である。2004年の文化財保護法改正により創設された重要文化的景観選定制度により四国地方で初めて2007年7月26日に重要文化的景観選定基準の水田、畑地などの農耕に関する景観地として有志水二浦の段畑の名称で選定を受けた。四国西南地域に位置する愛媛県宇和島市有志の水二浦は三浦半島の北岸から宇和海及び宇和島湾に向かって分岐する岬の小さい集落である。岬の急傾斜面には小さな石を積み上げて形成されたひな壇状の畑地が形成されている。この畑地を水二浦では段畑と呼んでいる。この段畑を含む風景は、宇和海沿岸のリアス式海岸で営まれてきた、半農半漁の暮らしを示す、独自の景観を形成している。石垣の間にある各段の畑は幅1から2メートル程度で、最も高い箇所では、海抜90メートルの山頂まで連なっている。約 3.4 ヘクタールに1000近い段畑がある。宇和島地方は、山が海に迫る地域が多く、高地が、もともと少ない。江戸時代に統治を治めた宇和島藩の三代目藩主が、領民にイワシ漁を強制する代わりに、山の開墾は勝手次第としたことが始まりと伝わる。かつては丘の裏にも段畑が広がり、さつまいもや麦も作られ、さつまいもは焼酎の原料として、豊後水道対岸の九州にも出荷された。農業には元来厳しい地形であることから、昭和30年代以降に相次ぎ耕作放棄地となって森に戻った。水二浦のみで約20個の農家がジャガイモを育てつつ保全している。水二浦の地名も生活に必要な水を荷として担ぎ上げる苦労があったことが由来とされる。重要文化的景観を守るため NPO 法人段畑を守ろう会を中心として多様な活動が行われている。近代は、さつまいもの栽培が行われ、現在は、早掘りじゃがいも栽培が行われている。ありがとうございます。